松阪市立長県小学校は三重県松阪市の市立小学校。学生発布に伴い、1875年8月に清水学校が正方寺で7、美学校が安養院で創設され、1877年3月には作米学校も開校した。作米学校は1883年10月に浅田学校を統合した。 また、清水学校と七海学校は1884年8月に統合して清見学校と称した。1887年1月、作米学校と清見学校が統合し、立田人上小学校となった。1892年10月には、西黒部人上小学校から古い、西の地区を学区に編入し、長県人上小学校に、 解消さらに1902年4月に高等科を設置したことを受け、長県尋常高等小学校に解消した。長県尋常高等小学校には1910年4月に実業補修学校、1926年7月に青年訓練所が閉地された。1941年4月、国民学校令により、長県国民学校に解消 1947年4月に、長県小学校へと校名を改めた。同時に、長県村立長県中学校を併設するも、1948年7月に、統合により新設された串田村外二家村、学校組合立井野中学校に統合をされ、姿を消した。さらに1948年12月に、長県村が松阪市に編入されたことで、 松坂市立長見小学校になった。市立中学校に進学する場合、松坂市立東部中学校に入学する。2009年5月1日現在の児童数は99人。2016年5月1日現在の児童数は6、学級93人、教員数は11人。ありがとうございます。